テンゼさんと試合できて、もっといい試合してくれちゃったけど、やっぱりダメでした。でも僕はちょっと初めてプロレスラーデビューになってて、付き人させていただいて、あの人からたくさんいいアドバイスいただいて育ったので、今日の戦いが天狗さんにとって思いっきりバチバチ戦うことが恩返しだと思って全力尽くし頑張りました。明日も試合があるんで全力で頑張ります。オッケー。いやほんまね、見た目と一緒で、でかいし、ゴチゴチガツガツ来たよね。一発一発、何やっても倒れないっていうぐらいね、頑丈な体持ってますよ。いや大したもんですよ。ヤングライオンといえ、ヤングでも何もないけど、これから海外行く、楽しみやね。日本でね、まだ数ヶ月しか経ってない、彼が日本から離れてどんな化け物になって帰ってくるのか想像しただけでもね、これはもう一か八か、本当に、最高に、スーパースターで帰ってくるのか、それとも最低で、どうしようもないやつで帰ってくるのか、俺はまあ予想つかないですけど、でも彼の体、頑張り、元気、若さはないけども、でもやっぱプロレスラーになってあいつが一番、やっぱやる気、あると思うしね、まあすごい楽しみな存在です。ヤングレオンといえ、次にいつ帰ってくるのか、今日みたいにはうまくいかないですよ多分ね。でもね、そうでないと新日本の未来が、先の先の未来がないですもんね。やっぱり北村、やっぱ俺一番目かけてるし、一緒にカバー持ってついてくれた、やっぱ彼には頑張ってほしいなって、どこ行ったってあの体武器にして、1人前にも2人前にも なって、でかくなって、さらにうわって俺らびっくりするぐらいのスーパースターになってこいよって、今でも十分その片鱗はね見えますけど、まだまだこんなもんじゃないって、いや一発一発重い、もう壊れるかと思った、まあでもまだまだ俺も負けてられへんって思いましたんで、はい、北村よ、頑張って、とことん上を目指して海外でトップ取れって、そして帰ってこいや、そういうことですよ。ありがとうございます。はい。